春は、日本の女優、タレント、ファッションモデル。東京都出身。ホリーエージェンシー所属。小学生の頃にいじめを受けたことで学校に行くのが嫌になり、学校に行かない口実のために仕事をしようとし、子供でもできる仕事として芸能人になろうとした。2004年、中学1年生の時にプロモーションビデオのオーディションに応募し、 その時にスカウトされ芸能界入り。最初の数年は全く仕事がなく、当初は2008年の映画、リアル鬼ごっこの冒頭で電車に跳ね飛ばされて、亡くなるだけの役のようなセリフも何もない脇役が多かった。2006年、ワウワウのドラマ、対岸の彼女で、エキストラのような形でデビュー。同年、ソニー・ウォークマン、ネット19ネットの CM で、CM 初出演。 背中からケーブルが生えてしまったことに最初は戸惑う。ものの、天地を逆転させたセットで激しく引き踊りながら、天井は愚か外にまで飛び出していくという女子生徒を演じた。さらに、だから、私を座らせて、通勤電車で座る技術。で映画初出演、14歳の母でレンドラ初出演。2007年5月より、ファッション雑誌、セブンティーンの、 専属モデルとして活動。同年、映画、レモンの頃に出演した際に、役作りのために独学でギターを覚えた。また、時間約10分程度のショートムービー、恋のポロロンで映画初主演。2008年4月から翌2009年4月まで、目覚ましテレビ内のコーナー、もっとい、ま、ドキ。で、今ドキ娘を担当。さらに、 I miss you, メッセージアスの僕へで CD デビュー。また、ファンキーモンキーベイビーズの告白で PV 初出演。さらに、映画、恋空に続きドラマの恋空にも出演。2009年、映画、山形スクリームに波雷全橋、めぐみ役で出演し、チェーンソーを使った迫力あるアクションシーンを熱演。また、 映画、女の子物語にも出演し、女優としての意識が変化するきっかけになったと述べている。当時のことは、女優という自覚も演技力もまだまだで、全然できなかったんです。お芝居が、自分をレベルが低すぎて、監督から求められていることに答えられない。今まではこのレベルで許されていただけなんだ、と悟りました。と振り返っている。2010年。 マリア様が見てるに、小笠原証子役で、長編映画初主演。2012年3月に表紙を7回務めた、セブンティーンを卒業。同年4月より、ノンの専属モデルとして活動。さらに、リコもブックストアの CM に、新人の村松役で出演。スーツ姿で、猛ダッシュしたり、ゲリラ豪雨でずぶ濡れになったり、上司に。 大目玉をくらったりといったハードな撮影を透明感のある演技でやり遂げた。同年5月、現在の公式ブログを開設。2013年4月から2014年3月まで、A スタジオのアシスタントを担当。さらに、スペシャルドラマ、イネムリ先生では、夏目雅子をモデルとしている、雅子役を演じた。また、22歳で出演した、ドラマ、ノーコンキッド。 僕らのゲーム誌では、美人ゲーマー、高野あやみの15歳から45歳までを一人で演じた。2014年、恐ろし三島や変調百物語でドラマ初主演。さらに、ガジマル食堂の恋で、長編映画単独初主演。2015年、映画、アゲイン28年目の甲子園にマスターズ甲子園のスタッフの役で出演。役作りのため、実際に、 マスターズ甲子園を観戦し、ボランティアの仕事ぶりも学んだ。同年3月12日、NHK 連続テレビ小説、朝が北のヒロイン、白岡朝役に決定したと発表される。また、その約1週間後の3月20日に、自身のブログにて、表紙を3回務めた、ノンノを卒業すると報告している。2016年、ON 以上犯罪捜査官。 東道雛子で民放連続ドラマ初主演。また自身が演じた朝が北のヒロイン、白岡朝のモデルである、広岡朝子が創業した大同生命保険のイメージキャラクターに選ばれ、10月1日より同社の CM に出演している。本作で第5回コンフィデンスアワードドラマ賞主演女優賞を受賞。趣味は絵を描くこと、ドライブ、入浴、映画鑑賞など。 映画鑑賞は、高校卒業後、女優活動に専念できる環境になるも一時的に、仕事がない状態となった際に、何か資格を取ったりしようか悩むも、逃げ道を作ったら、ダメと考え、お芝居の勉強も兼ねて、月に30本ペースで映画を見ることを始め、それから映画好きとなった。中学時代に、陸上部で走り高飛びをしていた。ザウの名は一、一志同人。 中学3年生の時に漢字検定2級の資格を取得した。高校は女子校に通っていた。周りからはサバサバしている男前と言われることが多い。カニの着ぐるみを被っている写真や豚鼻やつけ花と付けひげをしている写真をブログにアップするなど茶目っ気な一面もある。セブンティーン同期の大政彩は春についていたずら好きでピュアなところがあり。 かまってあげずに放置すると、チューとかしてくると言っている。ボーダー警視庁、捜査一家殺人犯捜査第4係で共演した、小栗旬は、春さんは、夜10時を過ぎると眠くなっちゃうみたいで、遅い時間の撮影になると、子供みたいになっているんです。と言っている。自身が出演した、アゲイン28年目の甲子園の監督を務めた、大森住男は、 活発そうでもなく、ひねくれてるわけでもなく、意外な女優さんです。どこか不思議な人で、掘り起こしてみたいなと感じました。不思議な人でした。打てば響くし、言えばどんどん変わるけど、どこか、控えめというか、自分を過小評価してるんじゃないかと思うようなところがありました。と春のことを語っている。NHK、おはよう関西ないの。 インタビューシリーズで春のことをインタビューした三宅敦子は彼女のことを飾らない人柄に見せられるはずと語っている。A スタジオや朝が来たで一緒に仕事をしたことのある小福亭鶴瓶は春についてしっかりしてるし度胸あるしあっさりしてるし男っぽいと語っている。下積み時代がかなり長く登場シーンが数秒しかない役。 主人公の引き立て役、いじめっ子や不良など汚れ役と言われるような役を演じることが多かった。オーディションで200連敗くらいしていたとも語る。NHK 連続テレビ小説、朝が来たのヒロインオーディションも、鉄板、純とント、アイ、アマでの落選に続く4回目の挑戦で合格した。芝居や思い描く女優像について問われると、ブレイクしたいとは、 あまり思っていないんです。長く、女優を続けたいですね。いや、最年少や何かの史上初達成、派手な記録にも興味がありません。パッと出て、一瞬だけ騒がれるよりも、目立たないけど、ずっと映画界にいるような存在がいいですね。正直に話すと楽しいと思ったことはない。好きだからこそ、大変だし、辛い、もっとできるようになりたい、ならなくちゃといった思いが募る。 役に好き嫌いはないです。もう役で人も殺しましたし、殺されもしました。やってみたい役うーん、悪女に興味はあります。毒を持っている人を演じてみたいですなどと答えている。かなりの冷え症のため、寝る前と朝起きた後に夏でも湯を飲む。また、絹と綿を交互に履く靴下4枚重ねも行っている。具合が悪い時には六枚履き、洗濯物は、 靴下ばっかりだという。ハーフに間違われることもあるが、両親ともに日本人である。他にもカラーコンタクトレンズをしていると間違われることがあるが、しているのは視力矯正用の無色透明なコンタクトレンズである。母親の実家が福島県にあり、本人によれば、本当に原発のすぐ近くで、現在も帰還困難区域なところであることを明かしている。 ありがとうございます。